はい、どうもすけです。今回はね、動物タワーバトルやってみたいと思います。これなかなか面白そうなんですよね。なんかもう人気ゲームみたいな感じで。ちょっとどんな感じかね、初見プレイなんですが、やってみたいと思います。なんか積み上げて、落としたらあかんっていうね、もう単純なゲーム。お、来た。これどうすんのこれ。何ボタンで落とすとかあんのかな。あ、めっちゃ簡単やん。なんか、タップしてこう置くとこ決めて離すみたいな。めっちゃ簡単じゃないですか。あ、何やこれ。あ、おお、あはは、え、耐えるんそれ。マジか。それ耐えてくる。ちょっと、俺これそのまま素で離しますわ。はい。うん。なんでいきなりあんな、自分から死にに行ったんや、あいつ。あー、死にに行きすぎやろ。いや、うまい、逆に。逆に死にに行ったの見せかけて、俺を動揺させる作戦か。ちょっと待って、これやばい。これ、適当にこの辺置いたら落ちひんやろ。頼む、耐えて。あ、やめて、引っかかれ。はい、作戦通り。うさいけど。あぶね。でも、まあ、ここまでは一応想定通りやな。あー、なるほど。あ、これいけるし、あ、これどうしよう。ちょっと待って。この辺行こうか。頼む。やめて、サイ耐えろ。あー。これ意外とむずいよ、おっとして。いやー、嘘やろ。なんかな、思ったよりむずいな、これ。いや、いける。なんとかその、回転をな、ちょっと使っていかなきゃいけないけど、とりあえずまあ、素手を置いていこうか。な。素で置きます。お、小ヤギか。お、あ、いきなり攻撃してくるな。ちょっと慎重に行きますわ。これで。ああ、なるほどな。これのゲームのコツ掴んだ、俺。ああ、すごい攻めるな。スマートフォンを見て、やると、指が邪魔なんですよね。だから、俺は、録画画面があるから、そのテレビを見てやることによって、こうやって絶妙に、はい、死んでいくんかい、お前。もうなんでやん、これ。ふざけんなよ、マジで。はい、相手の番ですね。ラクダ。お、逆さラクダ。できない、なんか、逆さラクダか。じゃあ、俺もそれに対応させていただこうか。逆さ。これなんていう動物でしたっけ。逆さジカでいくわ。お、小ヤギやな。小ヤギこれ捨てか、捨てか。あ、捨てやな。うまいこと挟んできよった。トラ。うわ、これどうしよう。これ多分大丈夫っすよね。一番端行っても。この辺行っても大丈夫っすよね。これ落ちたら俺マジでもう。やばい!おい!やばい!俺のトラが落とされる。あー、トラが。耐えるんかい。むずいな、これな。意外となんか、ゾーンの上行こう、ゾーンの上。ああ、うまいうまいうまい。さあ、入ってるま、これ面白い。お。お尻から着陸させることによってバランスを取るという。うん。効率がいいな。ちょっとこれ、トラ行きますわ。ここなら大丈夫でしょ。これで死んだわ、マジで俺。うん。やめる。なんか揺れてない。あ、大丈夫やな。うわー、これ無理やで、もう、そうそうそう、それで掘り込むしかないの、その真ん中に。もう、絶対無理やろ、それ。いけるんかい。そうやな、まあ。あ、でもこれ俺、カバーなんで、まだ、ね、ここに適当に掘り込めば耐えるっしょ。ね、キリンがおることによって耐えるでしょ、これ、うん。あー、やばい、これもう次俺積んだやん、これ。あ、うまいな、それ。あ、キリンが持ちこたえ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 ないですよね。よしたかった。イェーイ。さあ、私、トラからスタート。まあ、端っこからまず安定を取っていきたいですね。うん、安定ですね。さあ、キリン。うわ、でっか。初動からこれはきついよな、やっぱ。おー、なるほどな。なら、右のスペース空いたんで、ちょっと敵は笑かしに行こうか、こんな感じでな。よいしょ。はい。あー、オッケーオッケー。いいねー。これで、まあ、相手は虎の上が、白熊の上が安定やねんな。そうそうそう。とりあえずな。おー、うまいこと。挟まった。これ次何俺。あ、亀。亀、そうそう、そういうな。これ小型式はね、こういうとこに。多分これで大丈夫だと思うんで。おー、危ない。
お、それなんていう、なこれ誰もがなんていう動物やろと思う。なんやこれ、黒いなんか変なやつ、変なやつが、おー、頭で安定か。サイ、サイはね、うわこれどうしよう、やばい、助けて、うわあ、もうこうなったら必殺だよ、もう端っこの、あの引っ掛ける作戦で、ああもうちょっとこれ勘弁してよ、ほんま無理、うん、ちょっと悔しいな、もう見事にさ、ちょっとやられてるから、ちょっともう俺こっから負けへんわ、本気で行く、もうしっかりさ立ち回りで、はい、こういうところに、はい、うまい、序盤からもうしっかりした、もうね、考え抜いた、本気でいきます。おお、なるほどな、転がしてくるか。あ、でも絶妙に真ん中が空いてくれてるから、そこにもう縦方向とかに回転させて掘り込めばいいですね、これ。だから縦方向に回転させて掘り込むと。いってらっしゃい。おお、危ない、おお、いいね。さあ、うわ、これはね、頭から突っ込んだ方がいいな。あ、それがそのまま置いても大変そうやけどな、別に。あ、頭から突っ込むか。お相手は頭から突っ込んだ。うん、まあそうやな。こうなってくると俺が厳しい。ちっちゃいの来い。あ、トラか。あ、これ俺も頭から突っ込むわ。うん、当然。当然こういうところに。これ耐えます。おい。あー、小ヤギ引かれた。やばい。お、頭からいってんな。ちょっと亀来い。うおー、あった。なにこれ。これひどいっすよね、ほんま。なんかチャンスないから、これで。間違えて耐えろ。いや、無理無理無理、絶対無理や、これ。助けてー。あ、耐えた。それ耐えるん。お、また小ヤギ引いとるの。あー耐えるんかい。あ、うわ、これちょっともうやばいっすね。もう、必殺は使います。よいしょ、行ってこい。うまい下手くそ。これはあかん。ちょっともう一回勝つまでやります。ちょっとあかん、ほんま。マジでちょっと、いかれてるんでね。ちょっとほんま、冷凍持ってかれてる。あ、いきなり死ぬで、それ。あ、引っ掛ける作戦か、まず、序盤から。なるほど、序盤からな。死んでった、あいつ。嘘やろ。ちょ、もう一回やろう。序盤から死んでいくやつおんのか。なんでやねん。あんな攻める必要なかったやろ。あ、うわー、え、それまた自分から与えた。まだ自分が死んでたかと思った。楽だこれ、回転させます。この辺に、ここはめ込みで、うん、うまい。お、どうすんの。うわー、もう広いスペース置いといてくれよ。あ、でもええや、小ヤギか。もうあえてもう適当に掘り込みましょう、この辺に。うん、いいね。小ヤギ、小ヤギに小ヤギを重ねるが、おお、いいね。さあ、サイ、あ、これもう嫌やな。あ、回転で、うん、回転で、で、この上上上、ここ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 安定してるんで、やばい。ああ、安定してるな。ちょっと危なかったけどな。ラクダ、これもまた、あ、そこはいいな。うん、スペースあるもんな。おお、やるやない。あ、小ヤギ、小ヤギこれ。あ、じゃあ、そのスペース埋めに行くわ、俺。頭から。ここ頭から行きます。おー、いいね、いいね、頭から。カバ、これどうする？ちょっとなー、これむずいっすよね。そうやな、そこやな。左、そこやな、うん、うまい。うまいけど、おー、うまいな。でも、逆にそれしたことによって次俺安定なんで。ここは今んとこ俺の方が有利なサイクルなんかなと、思いますね。ここ安定なんでね。よいしょ。OK。耐えろよ。うん。まあ、これでちょっと、ああ、そこで引いた。俺、積みやんけ。おいおい、ちょっと待って。え、これやばない。あ、ああ、おめでとうございまーす。はい、終了。いやー、勝ったね。面白かったね。ということでね、今回こんなもんにしときたいと思います。またやります。ご視聴ありがとうございました。羽ばたいたら、戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
てて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 て